ああ、着きました。疲れた。Bonjour! オンラインフランス語学校 Ensemble en Français 講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。ここまで歩いてきたのか？もちろん健康のためにたくさん歩いてますよ。ああ、そうだ。今日はこのもちろんをフランス語で何というかご紹介しますね。Naturellement. Naturellement. 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 Naturellement は自然にや生まれつきという意味の他にもちろんさという意味がありますよ。短く覚えやすいのでぜひ使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は Ensemble のレッスンでお待ちしています。ありがとう。